すいません。ダブルキル。4枚キルした。どうも皆様こんにちは、グリードです。今回カネキンさんにサバゲーの方にねお誘いいただき、千葉県にある大将軍っていうね、サバゲーフィールドに行ってきました。コールオブデューティーの方はもう10年以上プレイしてて、まあ選手としても活動して世界大会にも行ったこの僕が、初めてのサバゲーどれぐらいね戦えるのかっていうところなんですけど、まあ頑張ってきました。なかなか初めてにしてはかなり良かったみたいなんですけど、まあ僕はかなり悔しかったんで、また行くかもしれません。そして今回ね、さらにスペシャルゲストも、いまして、あの K1 チャンピオンの木村フィリップミノル選手も今回ね、参戦して3人でね、サバゲー行ってきました。今回の動画は僕がプレイしてる視点だけのね、動画になります。なんかプレイしてるって言い方がおかしいかもしれないんですけど、今回の裏側の映像などはね、あのお二人のチャンネルの方が詳しく映ってると思うので、動画概要欄に貼っておくので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。ついてる。こっちはどう？あ、ついてます。オッケー。オッケー。さっきの。レッツゴー。レッツゴー。どっち行きますか？チームマッチョ。チームマッチョ。マッチョなんですか？オッケー、あれ、ナイスです。F フラッグ残り5分時点では黄色でした。F フラッグ残り5分時点では黄色でした。ナイス！あ、ヒット！ツッコみたいけど怖いよね、なんか。結構みんな意外と隠れてて、近距離で食らうともう痛いって言う。痛いからもう本当に痛い。振り絞って突っ込むんだけど、それで当てられて息切れなんかめっちゃ怖そう。もうやばいですよ、めっちゃ近いんで。入りました？いや、一回入りました。敵はいなかったですけど、いたらもう絶対当たります。痛い、絶対痛い。どうぞ行きますか。行きましょう。
ヒット取ります。ヒット通ります。真ん中飛びました。おお、バッカーサポッチ。はい、なんか、どうやって見知らぬおじさんと連携して、おーナイス、真ん中飛びました。上取りして、意外地域見て意外となんか意外といないっす。2人固まっていけば、ただ近距離なんで、あ、当たったら痛いですね。こっから怖いですね。真正面とか入れないよね。わかんないっす。いや、今の見せた赤して、赤してね。すいません、イエーイ。4枚切る人4人やりました。これラスト、すいません、イエーイ。4枚切る人ナイスレイン。あー、ヒット。今の痛い。ヒット通ります。何すかそれ。あ、ごめんなさい、すいません。というわけでお疲れ様でした。僕の初のサバゲー動画でした、もう完全に予備知識ゼロでね、挑んだんですけど、まあ、後半になってやっとね少しキルが取れるようになったかなっていう、感じです。もう基本的にゲームみたいに前にね行った瞬間すぐ撃たれて死ぬんですよ。なので、もっとやっぱりマップの知識だったり、あとポジション、やっぱ本当お決まりのねポジションだったり車線だったりがあるらしいんで、まあもっとそういうの覚えたら、まあうまく立ち回れるんじゃないかなって思いましたね。基本
本的にみんなこう右レーンとか左レーンとかね、そのロングで打ち合ってるんですけど、あんまりこう真ん中の CQB っていう入り組んだところに入っていかないんですよね。だけどもう僕基本的になんかもう近距離で打ち合いたくて突っ込みたくて、真ん中に後半はずっとね突っ込んでましたね多分あの立ち回りはね本当はよろしくないんだろうけど、まあまあみんな意外とねそこのルート気づかなかったんで、まあそこそこキルが取れたんじゃないかなと思います。またサバゲー動画見たいよって方はぜひねグッドボタンお願いします。まあ次はね夏はさすがに厳しいと思うんで、まあ秋とかになるかもしれませんけど、また機会あったらね、参加したいと思います。というわけで、今日の動画良かったら高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。